2023年2月21日、海上保安庁のヘリコプター搭載型の新型巡視船が建造中の三菱重工業者の下関造船所で浸水を迎え、巡視船弓張と命名されてその巨大な船体で日本の海への第一歩を踏み出したことが報じられたよ。巡視船弓張は、大型でヘリコプターを2機搭載して運用することが可能なタイプの巡航型巡視船であり、1番艦巡航、2番艦朝凪に続く、3番艦として建造が進められてきたものだな。尖閣の平和を守るために、存分に頑張ってほしいよね。さて今回は巡航型巡視船の3番艦の弓張が三菱重工業者の下関造船所で浸水したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海上保安庁における巡航型巡視船は PHL パトロールベッセルラージウィズヘリコプターに分類され、同庁の所属の船舶の中でもヘリコプター2機を搭載できる点でも最大規模の船舶に相当する大型艦なんだ。巡航型巡視船は今回の3番艦弓張を含めて、3隻すべてを三菱重工業者の下関造船所が建造を担っており、1番艦の巡航はすでに2020年2月に鹿児島の第10管区保安本部に配属が行われているよ。2番艦の朝凪は昨年2022年6月に浸水を迎えており、3番艦の弓張と同様にこの2023年度中には収益する予定と目されており、巡航型巡視船の建造費は1隻あたりおよそ170億円強と公表されているね。海上保安庁の大型区巡視船といえば総トン数で7300トンを超える黎明型がよく知られていると思うけど、同型は軍艦と同様の頑丈な構造を備えることもあり、1隻あたりの建造費はおよそ260億円強と高額だったんだ。そのため巡航型では建造費用の低減もポイントとなっており、商用用の船舶と同様の構造を採用することでコストダウンを目指し、戦術したような金額を実現、黎明型に比べ2分の2ほどで収めることに成功しているぜ。そうした経緯を持つ巡航型巡視船は、総トン数で6742トン、全長で約 140.0 メートル、最大幅で 16.5 メートルの船体を持ち、ディーゼル機関4機を組み合わせた CODAD 方式を採用。最大で3万6000馬力、25ノット以上の速力を確保しているよ。巡航型巡視船は排水量が大きいことにも比例して、海上保安庁の巡視船の中では兵装も充実しており、兵装にはスウェーデンはボフォース社製の70口径の 40mm 単装機関砲1機を装備しているんだ。これに加えて巡航型巡視船は副兵装としては、アメリカはゼネラルエレクトリック社製の 20mm の M61 バルカン砲2機も備えており、海上保安庁の巡視船の中では最も重武装が施された船の一隻だと言っていいんじゃないかな。また巡航型巡視船の最大の特徴でもあるヘリコプターの搭載能力は、エアバスヘリコプターズ社製の EC-225 シペルピューマーク2プラスを2機収納カレナ格納庫を備え、配備自体も常時2機を搭載する運用とされているよ。こうしたヘリコプター2機にプラスして巡航型巡視船では4隻の小型艇も搭載しており、これらを使用した複数の任務への対応が可能であり、合わせて他の小型の巡視艇等へ補給を行える支援機能も果たす船舶でもあるんだ。巡航型巡視船がこうしたいわば母船機能とでも言うべき能力を付与されている理由は、年々高まっている中国側からの圧力に対抗するための処置であり、具体的には尖閣諸島の周辺海域における警備力の強化だね。今回浸水を果たした巡航型巡視船の3番艦弓張も、すでに尖閣諸島周辺を警備する専従班に配備することが決定されており、その領域への侵入を常態化させている中国海警局の船舶に対抗することが期待されている状況だよ。尖閣諸島の周辺海域は海上保安庁の組織においては第11管区海上保安本部が管轄しており、そこでは沖縄方面の東シナ海や太平洋フィリピン海の警備を手掛けるもので、本部は沖縄本島の那覇に置かれているな。海上保安庁の中でこの第11管区海上保安本部は最も多い人員と船舶等の装備を有する本部であるが、
その管轄領域内に尖閣諸島を持つため、その領有を中国及び台湾が主張していることから特に警備体制を強化しているぜ。中国や台湾が尖閣諸島を自国の領土だと主張するようになったのは1971年以降のことだけど、ことに2012年に日本政府がその国有化を行って以後、中国側は自国の海警局の船舶のその方面への進出を強める動きに出ているね。それは尖閣諸島が日本の領土ではないという中国側の主張を周辺国や、世界的に発信する意図を持った行動だと考えられるけど、ゆえ石原慎太郎氏が尖閣諸島の東京都への編入を打ち出して以後、中国の強硬路線は強まった感があるよ。結果として政治的には尖閣諸島は東京都への編入ではなく、日本政府が国有化して現在に至っているわけだが、中国側の侵入を警戒して下した決断が、なお一層中国側の同諸島に対する意識づけを明確にさせてしまったことは事実だろうな。そしてそうした中国側の動きに合わせて日本側も尖閣諸島の警備体制を強化せざるを得ず、2013年以降は尖閣諸島の周辺の領海に対し専従での警備体制を敷くことを余儀なくされ、12隻の巡視船による部隊が組織されたぜ。こうして組織された尖閣諸島の周辺の領海に対する専従警備体制は、3年後の2016年2月には一旦の完了を見たんだけど、中国海警局は海上保安庁の船舶をはるかに上回るペースで増加を続けており、侵入の頻度も増加の一途をたどっているね。海上保安庁側としては尖閣諸島の警備を強化するにあたっては、石垣島からも同諸島までの距離があることから、一定以上の規模を持つ船舶でなければ同海域に長期間留まっての任務を行うことは困難なため、大型の巡視船を増加させているみたい。その一環として今回の巡航型巡視船の3番艦の弓張りの進水も位置づけられており、船体自体が大型で高い汎用性を備える巡視船を、尖閣諸島の周辺の領海に対する専従警備体制の部隊に追加する最大の目的となっているよ。すでに2012年度の時点では第11管区海上保安本部に配備されていた大型の巡視船は7隻だったものが、3倍増となる21隻体制にまで拡充されつつあるけど、中国海警局の船舶の増加数には全く追いついていないのが実情なんだよね。昨今の中国海警局は組織の改変に伴い軍事警察の傘下の組織となっており、配備されている船舶もそれに準じてももともとは中国海軍が運用していた水上戦闘艦の移管も行われ、中には 76mm もの主砲を搭載したものまで存在しているんだ。それらの中国海警局の船舶は4隻で1つのチームを組む運用が確認されており、尖閣諸島の周辺海域に日本の船舶が現れると集団でその行動を妨害する動きを加速させ、事実上日本の漁船の自由な操業を困難にしているってわけ。そうした現状にあろうことか日本の海上保安庁の対応が弱腰であるとの批判の声も一部からは上がってきているが、この尖閣諸島の問題は国家主権をかけた純然たる政治課題であり、現場の海上保安庁の判断に着せられることでないことは明白だろうな。中国はこうした尖閣諸島に止まらず、台湾や南シナ海においてもその領有を主張して周辺国との圧力が絶えないんだけど、経済力を背景に海軍や中国海警局の増強を続け、その実力をもって自らの主張を押し通そうとしているみたい。にもかかわらずなぜか日本の大手のマスメディアの中には、未だ露骨な反米親中の思想やイデオロギーを声高に叫ぶ人物たちの主張を繰り返し掲載するものがあり、未だその傾向は止むことはないと実感させられるよね。個人的で主観的な意見を述べることを許してもらえるのなら、仮にイデオロギーの問題は置いておくとしても、中国の肩を持つことが一体何の得を日本にもたらすことのになるのかと、その真意を問わずにはいられないよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2022年12月16日、日本政府はかねてより表明していた防衛費の増額とその使途となる防衛装備品の具体的な調達数等を、
国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の3つの文書で表明することとなったよ。すでに大枠の内容としてはこれまでも漏れ聞こえてきていたものが大半であり、そこまで目新しいものではないというのが大方の見方ではあったな。でも個別に見れば若干の相違点が感じられる部分も存在するよね。さて今回は防衛力整備計画で示された海上自衛隊の所要装備の体制について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。今回特に着目してみたいのは、四方を広い領海で囲まれた日本の防衛を支える海上自衛隊についてであり、その主力の艦艇については従来の計画を継続しながら微調整が行われているように見受けるためだよ。まず今回の前の最後の防衛計画の対抗となった同2019年度分の内容では、海上自衛隊の主要装備は護衛艦54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻、作戦用航空機190機という体制を目指す方向であることが定められていたんだ。これが今回の防衛力整備計画においては、護衛艦54隻、イージスシステム搭載艦2隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻、作戦用航空機170機とされており、イージスシステム搭載艦2隻分が増加、作戦用航空機20機が減少しているぜ。作戦用航空機に関しては新型機の9機体の能力の向上で数量自体の減少をカバーする方針だと思われるが、イージスシステム搭載艦については追加の種別の艦艇であり、大きな変更点と呼べるものだろうな。このイージスシステム搭載艦は、地上配備型のミサイル防衛システムの要と位置づけられていたイージスアショアの導入中止を受けて、その代替策として急遽建造することが決められた特殊な艦艇なんだ。イージスアショアはもともと秋田県と山口県の2カ所に配備することで、日本列島全体をカバーするミサイル防衛システムとして期待されていたものだったけど、発射した後のブースターの落下地点の制御が困難なことが発覚したよ。狭い日本の国土においてはこのブースターの落下地点の安全性の担保が困難なことは致命的となり、一時は制御するソフトウェアやその開発によって回避する方法が施行されたものの、コスト的時間的に厳しいとの結論が出されたね。そのため、このイージスアショア導入用にすでに契約を行っていた SPY-7 レーダー2機や、発射装置をそのまま転用して艦艇に搭載しようというのがイージスシステム搭載艦であり、いわば苦肉の策で登場したものなんだ。このイージスシステム搭載艦、2022年夏場にはどうせ建造するのであればミサイル防衛用の兵装に止まらず、反撃能力の付与も同時に行うのはどうかと、兵装を強化した超大型艦となる構想も報道を賑わせたね。しかしその取ってつけたかのような大型化案は、その後の検討でやはり実現性、そして何により費用対効果が不明瞭と判断された模様で、現行の通常のイージス護衛艦と同程度のサイズで建造することに落ち着いているぜ。この現行のイージス護衛艦という括りが今回の防衛力整備計画の中ではポイントになっており、護衛艦54隻体制は従来通りの計画とはいうものの、その中で8隻だった現行のイージス護衛艦は10隻へと2隻増やされているよ。これは今回の安全保障関連の国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の3文書の内容を履行するにあたって、防衛費の増額を成し得たこともあり、その結果として単体では最も高価なイージス護衛艦の増加を盛り込めたのだと思われるんだ。もともと365日24時間の稼働が陸上配備型ゆえに可能であったイージスアショアに比して、イージスシステム搭載艦はその設備を転用するとはいえ、艦艇であるための維持メンテナンスは避けられず2隻で同じ体制は行えないよ。そのためイージスシステム搭載艦が維持メンテナンスなどで任務を離れる場合には、現状がそうであるようにイージス護衛艦がそのカバーを担う必要が生じ、現状で8隻しか保有していない貴重な同艦の行動が制約されてしまうんだ。今回のイージス艦を現行の8隻から10隻へと増加させることは、イージスシステム搭載艦の任務のカバーが不可避であるならば、イージス護衛艦の数自体を増やすことで対処しようという必要に迫られた対応なんだろうね。
さてそのような状況が今回の防衛力整備計画では感じられる内容となっているんだけど、現行のイージス護衛艦について海上自衛隊は混合型4隻、アタゴ型2隻、そして最新鋭のマヤ型2隻の8隻を保有運用しているよ。これらの混合型、アタゴ型、マヤ型の3種のイージス護衛艦は、建造された時代によって徐々に艦隊は大型化はされているものの、すべてアメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦をベースにした艦艇だね。その中で最新鋭のマヤ型は当然最も規模が大きく、基準排水量が8200トン、満載排水量が1250トン、全長が 170.0 メートル、全幅が 21.0 メートルの艦隊を持ち、満載排水量で1万トン超級のため、巡洋艦と称されることもあるんだ。このマヤ型の規模艦は確かに本家のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の現在の最新バージョンである。フライト 2A をもしのぐものであり、今年から建造される予定のフライト3よりも数値上では上回るものとなっているぜ。マヤ型護衛艦は1番艦でネームシップのマヤが2020年3月、2番艦のアグロが2021年3月に就役を迎えているが、いずれもジャパンマリンユナイテッド社の横浜事業所の磯子工場で建造された艦艇となっているな。これまでがどうだったかといえば混合型は3隻が三菱重工業社の長崎造船所、1隻が IHI 社の東京第一工場、アタゴ型は2隻とも三菱重工業社の長崎造船所で建造されており、ジャパンマリンユナイテッド社はマヤ型が初めてのイージス護衛艦建造となっているよ。混合型とアタゴ型は機関部には複数のガスタービン機関を組み合わせた COGAG 方式を採用しており、数値上からは最大出力は10万馬力で最大速力は30ノットであり、このクラスの艦艇としては世界標準と言えるだろうね。マヤ型ではこうしたこれまでの機関部を改め COGLAG 方式としており、これは通常時の低速及び巡航航行ではガスタービン機関によって発電機を介しその電力を用いて推進し、高速航行には別の専用のガスタービン機関も直接駆動で稼働させるんだ。この COGLAG 方式の採用によってマヤ型は、最大出力は6万9000馬力で最大速力は30ノットと公表されており、先に挙げた混合型やアタゴ型に比すればカタログ数値は低下しているが、実用性と航続距離を優先したことが伺えるな。ただし厳密には混合型及びアタゴ型の最大速力は30ノット以上であり、これに比してマヤ型は約30ノットと評されているため、実際の最大速力も低下している可能性が高いが、対艦ミサイル等の攻撃から見れば大差はないと思うぜ。マヤ型にはイージス護衛艦として核となる兵器システムとしては、AWS イージス武器システムとしてベースライン J7、弾道ミサイル防衛システムとして BMD5.1 の2つを統合して搭載。迎撃用ミサイルの SM6 は後日装備となっているね。ただしマヤ型には CEC 共同抗戦能力が海上自衛隊の艦艇としては初めて実装されており、友軍の艦隊の艦艇と共同して脅威となる敵への射撃管制に必要な情報を即時共有できるもので、今後の必須の能力となることは間違いないよ。こうした機関部や戦闘システムにおいても一口にイージス護衛艦といっても、従来の混合型やアタゴ型から進化を遂げているのがマヤ型だけど、海上自衛隊の中では次の新造艦はまた別の艦級になるとの見方が有力みたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2021年6月時点では、航空自衛隊の現行の F2 戦闘機の大体はその退役が予想される2035年前後を目標として、次期戦闘機を開発する計画として鋭意進められている状況にあったよね。この次期戦闘機の開発に合わせて、同機に搭載する小型の無人機の開発を行うことを防衛省が表明したよね。このための予算確保2022年度概算要求に組み入れて本格化させることが報じられていたよな。さて今回は、航空自衛隊の F2 戦闘機の代替計画次期戦闘機に搭載する、小型無人機の開発を防衛省が公表したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。
ゆっくりしていってね。次期戦闘機に搭載して運用する形式となるこの無人機は、その次期戦闘機から射出されてもっと前方の空域に先んじて展開し、その管制下でありつつ自律的な行動を行うことが求められるんだ。このためこの無人機の実現には高度な人工知能技術が必要不可欠になるものと思われ、搭載するセンサータグイや人工知能によって戦場における高度な自律飛行を目指すものと言えそうだね。今回の防衛省の発表では次期戦闘機に搭載する形式での無人機開発が打ち出された格好だけど、実はこれまでにも無人機、正確には遠隔操縦型の無人航空機の開発は俎上に挙げられていたよ。それまでの遠隔操縦型の無人航空機は、今回と同様に人工知能によって制御された自律飛行を行う点は同様だが、次期戦闘機1機がおよそ3機のこれらを随伴飛行させるという比較的大型な機体だったよな。この遠隔操縦型の無人航空機が担うのは、有人の次期戦闘機に先行して前方へ展開し、敵軍を探知する役割や、将来的には空対空巡航ミサイル等の兵装による攻撃任務まで想定されていたもんね。よって今回防衛省が発表した次期戦闘機搭載形式の無人機と、以前から伝えられてきた遠隔操縦型の無人航空機とは、かなり性質の異なるもので別計画に相当する印象を受けるよ。遠隔操縦型の無人航空機といえば、世界的に見ればアメリカ空軍がクラトス社と進めている XQ-58A バルキリーが最も知名度が高い存在だと思われ、こちらはすでに2019年3月には初飛行をしているんだ。XQ-58A バルキリーそのものもある程度の発注数のロットを超えれば、1機あたりが3億円以下の生産コストになるとして非常に注目を集めており、費用対効果を考慮した場合の優位性が高いと目されているぜ。何よりこうした XQ-58A バルキリーのような遠隔操作型の無人航空機は、当然のことだが搭乗者を必要としないため、戦闘機における人的損耗を一切考慮する必要のない点が注目されているゆえんだな。この2021年3月にはこの XQ-58A バルキリーのウェポンベイから、さらに小型の無人航空機アルテウス600を空中で打ち出すテストも成功しており、大型の無人機が小型の無人機を内包することも可能となっているよ。もともと日本の次世代戦闘機計画は、いわゆる第6世代戦闘機にあたる機体開発を行うプロジェクトなんだけど、XQ-58A バルキリー等は第5世代戦闘機やそれ以前の第 4.5 世代戦闘機を母機とできる点も先進的だね。このため、日本が自前で遠隔操縦型の無人航空機や小型の戦闘機搭載型の無人機を開発することには期待したい反面、世界の潮流からは大きく遅れてしまっている感がどうしても拭えないよな。さて戦闘機搭載型の小型の無人機だけど、こちらもアメリカは国防高等研究計画局が推進しているロングショット UAV、ロシアモスホイ57戦闘機用のライトニング UAV など第5世代戦闘機での運用が想定されているんだ。一部でフランス、ドイツ、スペインが共同開発中の FCAS 計画において、第6世代戦闘機となる同機に搭載可能な小型の無人機があるようだけど、こちらは重量 100kg 以下の小型無人機となる模様だね。ただし前述したようにアメリカやロシアなどでは第6世代戦闘機より前に、第 4.5 世代戦闘機や第5世代戦闘機を母機として運用する小型無人機を投入しそうな状況にあり、FCAS 計画もこれに倣う公算が高いぜ。そうなるとフランスは現時点で運用中のラファールや、ドイツであればユーロファイタータイフーン等の第 4.5 世代機による先行導入の可能性も高く、やはり日本のこの分野における遅れが懸念されるね。これらの普及が加速すれば、日本も悠長に次世代戦闘機の稼働のめどでもある2035年まで無人機の導入ができないという選択肢はなくなりそうだよ。無人航空機はいずれにせよ新たな分野の兵器ではあるが、ドローン等と同様に急速に進化を続けており、既存の兵器との連携をどのように図るのかが大きなポイントになることは確実だと言えるよな。非常に個人的な見解にはなるけど、こうした無人兵器は直接的な人員の損耗を防げるという観点からは、
むしろ小規模な軍事紛争の多発を招く可能性を高めるのではないかと危惧せずにはいられないよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。